はい、皆さんこんにちは、ラットリップ代表の大森です。今日はですね、シューズアドバイザーの藤原さんにお越しいただいております。藤原さん、よろしくお願いします。はい、おはようございます。シューズアドバイザーの藤原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以前はね、一緒にそちらにお伺いして、まさにこのショップの中で、やり取りをさせていただいたんですけど、ちょっと今こういうご時世なので、画面越しにお話をさせていただいてます。まあ、ちょこんな時期だからしょうがないですね。ねえ、ちょっとぜひまたお会いしていろいろお話を伺いたかったんですけど、はい、今日はすいません、こういう形でよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は藤原さんにちょっとお伺いしたいことがありまして、はい、今このコロナの影響ですごい走ってる方って、あ、そうですね、増えてますよね。はい、感じますか？抜かされてます、結構。え、抜かされてますわーって抜かされて前で止まってる人とか。ああ、なかなかこうビギナーの方でまだペース、自分のね、そう、自分に合ったペース配分もまだまだこれからっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですけど、そういう中で今ランニングシューズってすごいたくさんあるじゃないですか。そうですね。ね。で、なかなかこう、ランニングシューズの選び方、よくわかんないなって方、すごくたくさんいらっしゃると思うんですよ。まあ、そうでしょうね。はい。なので、ちょっと今日は藤原さんにですね、そのあたり、まあ、これから始める人でもわかるような、はい、ランニングシューズの選び方っていうのも、当然奥深いんですけど、ちょっと触りのところだけでも、はい、整理してお伝えできればいいなというふうに、思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい。はい、早速なんですけど、藤原さんがこうシューズ選びの際に一番最初に大事にされている部分ってどんなところですか？あ、そうですね、まあ、多くの方がそうだと思うんですけど、スポーツで、はい、まあ、野球のグローブとか、ね、使う、うんうん、まあ、道具を使うときにはフィットすることを大事にしますよね。はい、そうですね。好きなんですけど、まず道具に自分の、うん、サイズを合わせるってことですね。なるほど、なるほど。はい、だから自分の足のサイズを知っておくことっていうのは、はい、実際これから、ね、コロナを受けて店員さんに選んでいただくにしても必要なことです。うんうん、なるほどですね。まずサイズを、はい、自分を知るっていうところですね。そうですね、自分を知る必要があると思いますけどね。なるほど、サイズの理解、これ、はい、結局あれですね、どんないいシューズでもサイズが合ってないとどうしようもないよってことですよね。はい、もうそこは本当に言いたいところ、ね、切に言ってるところなんですけど、はい、まあ、伝わらないところですよね。なかなかね、ちょっとこう、はい、まあまあ、履ければいいよみたいな方もね、いらっしゃると思いますけど ね、これフィットしてるのを履くだけでも、だいぶ変わってきますよね。はい。で、結局一つだけこう言っとくと、サイズが小さいとか大きいとかっていう時で、問題、はい、一番大きな問題っていうのは、大きくても、小さくても、うん、大きすぎても小さすぎてもさ、はいはい、同じような問題が大きいんですよ。へー。例えば爪が走ると死んでしまいますとか、はい、いうのは大きなサイズも起きます。あ、そうなんですか。なるほど。はい、結局なんか爪が死んで、はい、ワンサイズ大きくして、はい、また死んじゃったらもう一回大きくしてみたいな、そういう笑い話結構あるんですけど、はいはいはい、へー、大きすぎても小さすぎても、はい、問題が起きるのは一緒です。なるほど。はい、ですからまあその辺は早く対処してほしいなと思いますね。これ自分を知る、そうですね、自分を知る、なるほど。これサイズを理解するには、はい、具体的にはどういう方法があるんですか？まあ二通りあって、うん、まずは一つは測ってもらうことです。そうですね、うん、はい、まあ、今UT に書かれる ZOZO マットとかもあって、 ZOZO マットネットで測れますんで、はいはいはい、それともう一つは、うん、自分のシューズのこうインナーソールですね、はい、もう変更しちゃってる人は無駄ですけど、はい、インナーソールを出して、はい、ここに足型を合わせるでも大体サイズが分かります。なるほど、この上に自分で多分足を乗せる、はい、自分で判断つくと思うんですよ。こうかかとに合わせて、はい、足乗せてみると、こんなとこに足がある人は、うん、絶対大きいても誰もが見ても分かるじゃないですか。そうですね、確かに。はい、こういう人結構多いです。これ結局もうこっちにも行っちゃうんで、はいはいはい、さっき言ったように大きくても小さくても同じ問題が大きいんですよ。ずれるってことですね。なるほど。はい、ですから、なかなか測ることができないって方は、うん、シューズのインナーソールに足を乗せてみて判断するのも大事です。はい、これよくその少し大きめがいいよとか言ったりするじゃないですか。はい。はい、実際問題、どれぐらいの余白を持って選ぶのが藤原さん的にはおすすめなんですか？
はい、これはですね、日本語のあやで少し大きめっていうのは、はい、日本人に少し大きめっていうのはすごく危ないところがあって、はい、まあ、あのスペースとしては、うん、あの測った実測とか、まあ、部分、まあ、測った実測からまあ1センチぐらいって聞いたことあるかもしれないですけど、はいはい、それ以上にですね、ここのかかとと甲のあたりで掴んでる状態が作れれば、うん、ここのスペースは自由に自分の足の指が動けば大丈夫です。はい、なるほど。自分の足が動かないと、あの要はその指先が動かないとですね、はい、その末端が動いてないので、はい、その上のふくらはぎだとか、あの足の、ね、足底筋膜だとか、そういったところの動きも制限されちゃうので、なるほど。ここだけしっかりこう、がくっつい、甲とかかとがくっついてる状態。はい。で、スペースがあるっていうのが大前提です。じゃあ指は多少動くぐらいがいいですね。はい。だからもうこんなになるっていうのは、はい、お店ではまあこう選びたいところでしょうけど、これはすごく客観的ではないですよね。主観が入ってるというか、もうこのぐらい余ってればいいみたいな。はいはいはい、やっぱりだから選ぶご本人がここをしっかりハマってて、あ、気持ちいい、まあ、はっきり言ってあの誰でも分かりますから、自分の足なんでフィットしてるっていう状態、はい、気持ちいいと思える部分ってきっと経験すると誰でも分かりますので、なるほど、そこはあの譲らない方がいいと思いますね。じゃあそのつま先の窮屈さとか緩さっていうよりは、はい、かかとと、甲の部分のフィット具合っていうところを意識してる、ね、なるほど、はい、だからどうしてもほらそこにフォーカスすると、はい、どれぐらい余した方がいいのかとか、はい、少しあの大きめがいいっていうと皆さんこう、そうそうそう、あの雑把になるですか、日本人は。そうですね、大雑把に、うん、大雑把になりますね。はい、なるほど。だから、まあ、小森さんの言うようにそのかかとと甲の方をうんうん、のあのフィット感を大切にしてもらった方がいいと思います。なるほどですね。じゃあ、はい、そこのフィットを知るっていうところで、まあ、自分の足のサイズとか形状を理解する、そうですね、自分を知るっていうところがまず最初のポイントであるということですね。はい、そうですね、そこに行き着くにはやっぱりまずサイズが分からないと難しいですからね。なるほど、なるほど。自分のね、はい、なんか次にこう意識されてるポイントって靴選びの際にありますか？まあ、あとはあのまあ、よく言ってますけど、ランニングスタイル、自分のランニングスタイルに合わせていただいた方がいったらいいのかなと。なるほど。まあ、はい、あの、うん、用途っていうと難しいってさっき、ね、言ってましたけど、まあ、目的とか用途とか目標とか、はい、うんうんうん、目的とか、はいはい、あとは距離だとか、はい、ね、走る距離だとか、あの、うん、月の距離だとか、うん、なるほど、自分のニーズ、はい、身長、あとは身長、体重、そういったあの、うんうん、自分の状況ですよね。これも自分を知ることと似合うんですけど、そうかそうか、何が、まあ、そのランニングシューズを履いて何がしたいのかっていうことによって、そういうことですね、選び方が変わってくるってことですね。はい、そこは具体的にされた方が、はい、あのいいんじゃないかなと思いますね。なるほど。もし、はい、まあ、最近高いシーズもありますか？最近ですと、ダイエットの方とか、健康増進のためにっていう方で、必ずしもそのレースに出たいわけじゃないんだよねっていう人も多分増えてると思うんですよね。はい。そういう方だったら、どういうシューズを選ぶのがポイントですかね？まあ、ダイエット目標にされてるっていう方であれば、まあ、有酸素運動をね、こう、円滑にされた方がいいと思って、うんうん、心肺機能の部分。はい。はい、そうするに、そういうふうに考えると、道具としては、うん、まあ、自分が少し楽にならないといけないと思いますので、はい、まあ、ちょっとこう屈曲硬いんですけど、はい、うん、こういうふうに屈曲硬いことで自分がやることが減るシューズ、はい、まあ、クッションとか安定感もありますけど、はい、自分がこう動作を作らなくてもいいシューズで、はい、有酸素運動を活性化した方がいいと思いますね。要は自分の筋肉を使って走るというよりは、はい、シューズについているサポート機能によって走らせてもらえるようなもの。そうですね、はい、本当にいいシューズっていうのは筋肉の無駄遣いをしないシューズなので、はい、だから初心始めたばっかりの方が、うん、やっぱりこういったシューズを履くメリットとしては、はい、自分ができる以上のことができる、まあね、5キロを一生懸命家にあるシューズで走って苦しいなと思ったけど、はい、シューズ履き替えるだけで、まあ、それが倍になるってことは、はい、嘘じゃなくありますからね。なるほど。リアルね。そうか。はい、それは道具が自分がやってる以上のことを、自分ができる以上のことをしてくれて、なるほど、体に負担がかかって、はい、その連続で心肺機能が上がっていって、自分の健康度が上がるということですね。そうですね。じゃあ結
局のところ、その、家にあるスニーカーとかで走れなくもないけれども、それよりはランニングシューズをきちんと選んで、機能がしっかりついているものを選択した方が、より、ダイエットとか健康措置の効果、まあ、早く手に入るっていうことですかね。うん、なるほど。これ、あの動画を見てる大人の人は 100% もうみんな、うん、この辺でこう、これでこう曲がっちゃうシューズも置いた、はい、あのお店には置いてあるんですよ。あ、この辺でっていうのは、シューズ、はい、シューズも真ん中辺、はい、この真ん中ぐらいですね。真ん中ぐらいね、はいはいはい、屈曲してしまうシューズっていうのは、はい、まあお値段の関係上用途もスポーツというよりは、うん、まあちょっとそのあたりを歩くスポーツシューズなんで、なるほどなるほど、あの屈曲してしまうと自分の足もなんか、はい、一緒に動いていってしまうので、はいはいはい、自分が疲れたら疲れます。なるほど。じゃあ、あれですか、はい、うん、さっきの五指球あたりで曲がるぐらいがちょうどいいんですかね。そうですね、はい、このあたりで自分の足のこう曲がるところですよね、はい、うん、自分の足の曲がるところで、あの少ししなやかにしなっていく手術であることが道具が合ってる状態ですね。なるほど、はい、最近だ、まあ、こうやってグローブでこうやって曲がるっていうのもない。ああ、そうですね、なるほど。最近だともう全然曲がらないシューズとかもあるじゃないですか。そうですね、はい、あの辺とかってどうなんですか。あ、でも基本的には曲がらなくてもいいと思うんですよ、はい、ああ、そうか、じゃあ、まあ、曲がらない方がいいですね。カクンって言って、あ、早く走ってる時も、はい、曲がらない方が、うん、あのこう動作を作ってくれたりするんで、一生懸命走る人でもこういうものを使ってもいいと思うんですけど、はい、なるほど。ただものすごい一生懸命走る時には、うん、ここは自由な方絶対いいと思うんで、はいはいはい、これはもう今あのちょっという厚底論争みたいなところっていうのは、うん、ありますね、あの自分にとっての中程度のスピード、うん、マラソンなんかだと3分ペースでもまあ中程度ですから。はいはい、はい、だからそこはあの要はあこういったダイエットとかあの楽しんで走ってる人向けのシューズの形をしてて軽いだけですね。うんうん、はい、なるほど。だから屈曲しなくても、屈曲しない方が基本的にはある程度しない方が、はい、あの難しいところですけど、ランニングフォーム的な部分はあのに結びつきやすい、自分の技術、テクニックには結びつきやすいと思いますよ。じゃあその結果的にやっぱりそのビギナーの方が履くべきシューズとしてはいろいろサポートがついているんで、うん、シューズの、はい、そこで言うと厚めだったりするわけですね。そうですね、厚めですね、はい、なるほど。じゃあ厚めで比較的ソールが硬くて、はい、なんだろうな、まあ、安定感が生まれてくるっていう感じなんですかね。そうですね。なるほど。だからあとはそのどこで走るかっていうのもありますけど、大抵あの、うん、あの近所のコンクリートの上とかでしょうから、そうすると、まあ、やっぱり重さのようにクッションっていう恩恵も必要ですよね。ああ、なるほど。クッションって硬い方がいいんですか、はい、それとも柔らかい方がいいんですか。あのクッションっていうのは、はい、あのシューズを考えた時に、はい、シューズって安定していて、うん、あのクッションがなきゃいけないので、はい、要は硬くて柔らかいものを目指してるっていう究極の、まあ、ものを作ってるんですよ。はいはい、だから硬い柔らかいんですよね、うんうん、どっちに寄せるかだけの問題で、はい、それぞれの方が感じる硬いとか柔らかいっていうのは、はい、まあ、2つあって、うん、何か他のものと比べて硬い柔らかいっていう言葉が1つと、はいはいはい、もう1つは革靴履いた後に、例えばスポーツ、こういうランニングシューズが入ったから、どれでも柔らかく感じますよ。まあ確かにそうですね。どれと比べるかっていうのは結構大きいと思うんですよ。なるほど。だから、はい、発売されてるランニングシューズは、その硬い柔らかいものを目指して、差別化してますので、うんうん、はい、そこは、あの、安易に判断されないんですよ。硬い嫌だな、みたいな感じで。ああ、そうですね。はい。硬いのは安定感寄りなんですよね。そうですね。柔らかいものは、あのクッション、コンフォート寄りになっているので、うんうん、そこはあの少しあの自分の、うん、まあ、用途に、まあ、だから硬めのもので、例えばトレッドミルの上とかも全然その方が履きやすいですけどね。そうですよね、下が柔らかいから硬い方が良かったりしますよね。はい、南のシューズよりは全然走りやすいですよね。なるほど。はい。はあ、今あれですよね。そうですよね。でもこう履いてみてすごい最近感じますけど、本当にどのシューズもクッション性と安定性みたいなのって、絶妙のこうバランスを維持されてて、すごいですよね。まあ、ここまで話しておいてなんですけど、はい、どれ履いてもまあ、なんとかなっちゃうみたいなのもあるんですけど、そうですね。はい、あの
僕が言いたいのは、もしここで初めての椅子を買いたいっていう人は、うん、あの、ケチらず、まあ、うん、こんな時期に申し訳ないですけど、はい、あの、最新のものを買われたらいいです。なるほど。ちょっとセールの何年か前のやつとかじゃなくて。はい、大森さん言うように、はい、最近の技術革新ってのはもう本当すごくて、うん、あの、一世代前のモデル、要は、あの、一つ前のモデルが、はい、もう二世代前ぐらいとか、はいはいはい、三世代前みたいに、別のシューズになってるブランドたくさんあるんで、確かに。ぜひ、あの、ケチらないでいい道具で、快適に、はい、あの、走ってもらいたいなと思うんですね。なるほどですね。まあ、じゃあちょっとまとめると、その、基本的にどのランニングシューズも、もう本当素晴らしいんで、まあ、間違えるってことはほぼほぼないとは思うけれども、ビギナーの方であれば、比較的そのサポート力の高い、まあ、おそらく厚めであるシューズを選ばれた方がいいだろうと。そうですね。それをサイズ合わせることですね。なるほど。で、そうですね。あの、選ぶ際にはきちんと自分のサイズに合ったもので、選んでいくというところは、おすすめであるということですね。はい。はい。これね、実際履いて履き慣れていくと、どんどんその、自分の用途が変わってきて、レースに出たりとか、そうですね、はい、変わってくると、今度また違う種類のランニングシューズを選んでいく必要が出てきたりとかするので、そうですね、なかなかそうなってくると。目標が変わるわけですからね。ね、目標が変わったら、やっぱりまた、はい、変わってきますね。そうですね。いや、だいぶだからこれ、はい、奥が深いんですけど、今日は無理やりちょっと入り口のところだけ、藤原さんにまとめていただきました。はい。はい。ということで、今日はランニングシューズの、まあ、選び方、結構基本、基礎編というところをね、お届けしたかなと思います、はい。この動画を面白いと思っていただけた方は、ぜひですね、チャンネル登録や、LIKE、まあ、高評価ですね。そして、コメントの方もぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、藤原さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。